まあ、優勝してチームの、一つの目標が達成できて、でもまだまだ通過点なんで、これからチャンピオンシップもあるし、まあ、また新しくそういう大会に向けてまた一からチームみんなで頑張ってます。まあ、やっぱ正直最高の舞台で決勝戦で嬉しかったし、まあどうにか古巣なんで自分が勝負決めたいなっていう気持ちで戦いました。まあ、翔太郎さんからのボールが入って、でうまいこと前向けたんで、もうシュート打ってやろうっていう気持ちで、まあ、正直そんなに覚えてないんですけど、まあ、入ってよかったと思ってたし、まあ、そのまま試合が終わってくれるのが一番良かったんですけど、まあ、そんな感じです。まあ、やっぱりレベルが高い選手ばっかなので、その中でもまあ少ない時間で結果残したかったし、まあ、日頃毎日練習してるんで、その毎日練習してるそのいつもの感じを大きい舞台で出せたのは大きかったと思います。いつもいつも、応援とかサポートありがとうございます。まあ、まだまだこれから大きい大会があるんで、また一からチーム一丸として頑張っていくんで、また応援よろしくお願いします。以上です。